財政再建進まなければ、点点点、国の借金2060年度には1兆円超なんだかよくわかんないんだけど、ね、なんかすごいですね、これ。これはね、なんか暗い話なんだけどね、めちゃめちゃ笑いました、むしろ。だってそもそも1兆円で、ね、政府が借りるわと、はい、誰が貸すんですかと。そうですね、はい、誰が貸すんですかと。外国ですか、そんな金貸してくれるとかありません。1兆なんていう単位、1兆なんて単位、久々に見ました、はい、いや本当にね、政府の借金が1兆円になるかもしれない、うん、その時にね、実際そうなったらね、日本の家計と企業の資産が1兆円になってますよ。そうしないとバランスしないでしょ。ね、金を借りるってことは絶対貸す人がいるっていうのを、ね、理解してないの、この財政なんとか委員会、審議会、前から思ってたけど。らら、もう一つね、長期金利、はい、3.6%、たっけー、たっけー、今 0.6% だけど、ね、インフレ率 1%、そんなわけねえだろうと、もうどんだけ、要はね、これね、多分ね、2060年に1兆円って目標があるんですよ。目標があるの。それに、そうするためにはどうしたらいいんですかってパラメータをいじくったね、これ絶対。だから経済成長率は実質で 2%、 名目で 3%、 低い、インフレ率 1%、 長期金利 3.6% いろんな意味で突っ込みどころがあるのを、こういうのを出して、さあ大変でしょと。まさかの増税に賛成してね、 あるいは政府の支出に削減に賛成してねっていうようなことをですね、これ95年からずっとやってるからね、財務省は、大蔵省時代から。もういい加減にしろと。なんかここまで来るとなんか妄想的になってきてるから、ね、いやいいのよ、一見なる可能性ないと言わないよ、言わないけど、うん、その時反対から絶対資産を持ってる人がいるでしょうと、あと経済成長率がこんなに低いわけねえだろうと、どんだけダメだよな、日本経済をと。成長しないと思って書いてるんですか。しない前提、ほぼ。でも成長はしないけど金利だけ上がるって不思議な状況。成長してないんだったら誰も金借りないから金利下がるんだろうと、今の日本ですけど、はい、ということでですね、もうこういうバカバカしいのを堂々とバーンって財務省が出してきてるっていうのが日本なんですよ、うん、これ諸悪の根源ですよ、本当に。長期金利 3.6% バカじゃないのという話したんだけど、日銀っていう話もあるんですよね、はい、だから日本銀行が政府の負債を買い取っちゃったら、うん、借金の返済必要がないと、はい、金利も下がるっていうんだけど、いや下がるのね、今下がってますけど、考慮に入れてないの、これ試算の時に。日銀は常にこう同じ貨幣量しか出さないっていう話だから、やっぱり変でしょうね、そっか、いろんな意味で。でね、今ね、大体年間に70兆円分の国債を買い取ってます、日本銀行、はい。で、借金の、政府の実質的な借金の残高が2012年9月末から昨年末までにかけて40兆円減った、うん、もう国の借金減ってんじゃんって話なんだけど、日本銀行が保有してる国債入れると、まあ、増えてるんですけどね。なるほどね。そういうことも語らないでしょ。そっか。じゃあさっき の財務省 の記事で、日銀が存在してないことになって、日銀が存在してないし、成長もしないという、成長もしない、まあ、ちょっとだけする、2% ゴミみたいな、あとインフレ率が 1%、 いつまでデフレなの本当に、そうなんです、ね、とかですね、まあ、いろんな突っ込みどころあるわけです、うん、そうですね、はい。まあ、いずれにしても変な記事だと、変な記事ですか、まあ、レポートですよ ね、まあ、まあね、まあ、変じゃないんだよ、目的分かってるんだから、増税と政府支出削減、